まず日本政府としてです、ね、今回の2015年 t p a 法案そのものをどうのように評価されているのか中身を読めばです、ねまあ、私の意見を述べましたがあのいろんな解釈があると思いますということが1点、えー、そしてもう一つ繰り返しますが情報公開に関してです、ね、この法費契約あの今回の法案の中ので保証すべきとされている情報開示の 話がですね全体の保育契約との兼ね合いでどうなのかとでもしこれがアメリカだけが勝手にやっていいよという話であれば当然日本政府としては文句を言わなければいけないと思いますし、えー、当然日本でも同じ条件が保障されなければならないというふうに考えておりますそれからすみません最後に1点4月2日にですねマレーシアでは一般の人向けに政府からの説明会というものが開かれました。 でこの資料を私どもも入手しております、あのパワーポイントで20枚ぐらいでしたけど、その中で、えー、マレーシア政府はですね、えー、今、完成しているテキストが9つほど、具体的な分野も書いております、で作業中、まあ、真ん中辺ぐらいまで行ったというものとして10個ぐらい書いてで、残りのものが残っているということぐらいまで説明をしているんですね。でえーまあ これもさっきの全体の契約と書か,かりますが、えー、こうした形でのお説明がマレーシア政府からなされていますがこれは保費契約に違反してないんでしょうかという質問3点すいません、長くなりましたいかでしょうかいかがでしょうか。 外務省の林と申します。TPA 法案の評価ということでご質問ございました。まずあの TPA 法案あのご四月十六日にそれ議会に提出されておりますが、あのこのこと自体は受け止めとしてま致しましては、その TPP 交渉の早期妥結に向けたアメリカ国内のまあ前向きな動きとしては歓迎しております。それからあの TPA 法案中身自。 についての政府としての評価でございますけれども、これはあの他国の法案でございますので、政府として中身についてコメントすることは差し控えているということでございますえ情報公開の件ですけれども、まあ、あのアメリカが USR のホームページに1月6日付であの情報解除の方針について掲載をされたり、あの今回の法案にもあの情報公開の関係が。 あったりということでございます。けれども、これはまあどの国も一緒なんですけれども、あの各国とも交渉上の秘密保持と透明性確保のバランスをどう確保するかということで悩みながら対応しておりますし、あのそういったことで意見交換も随時しておるところでございます。あのま ucr のホームページにいろいろ書いてございます。けれども、あの？きちんと秘密保持の趣旨っていうのはあの。 確保されているというふうに我々は認識しておりますし我々もその秘密保持の制約の下で今までできることを一生懸命させてきていただいたというふうに考えておりますまあ,あのいろいろご指摘をいただいておりますのであの足りないというご指摘だと思うんですけれどもあの先ほど申し上げましたけれども、まあ、マレーシアのあの ご紹介ございましたけれども、まあ、そういった取り組みともあの象徴しておりまして、まあ、そういったことも含めて我が国としてどういうことができるかというのをもう一回あの今整理をし直しておりますのでまたそういったことを踏まえた上での成果ということで近々あの新しい資料をあの公表させていただこうというふうに考えてございます。 はい、えー、TPP 法案に対してねあの、日本の政府が他国のことだから言わないというのはそうだけどこれはもう TPP そのものに直結するわけですからね。それはだからそれはあのいくつかの,その、えー、条件を置いた上でもね、やはりそれはあの専門家としてのね、やはり、えー、専門家の教授としてね、えー、きちっと外務省は私はそれは説明すべきだと私は思いますね。